日本中国地方山陽地方岡山県倉敷市、倉敷万寿万寿は岡山県倉敷市倉敷にある地域である。おおむねかつてのつくぼ万寿村に相当する。現在は大半が倉敷市立万寿小学校及び万寿、ま、東小学校区となる。大内、河入り、小町、北浜町、日の出町、浜町、浜の茶屋、大島、平田、福島、 昭和一丁目からなる。昭和二丁目、三輪、幸い町、八王子町、日吉町、岩美町は、旧万寿村域であるが、現在では、昭和二丁目、三輪、幸い町は、倉敷、八王子町は、中洲、日吉町、岩美町は、追い松となる。中心市街地の北部に位置し、中心市街地と北部郊外の間にあたる。立地の良さから、現在では、 商業地、企業、宅地が立ち並ぶ、市内有数の人口集中地域となっている。昭和48年には、人口の大幅増に対応するため、小学校区を分割し新たに、万寿東小学校を新設した。現在平野部である当地は、古代から中世まで海域であったが、中世後期に、浮田秀家により干拓され、陸続きとなった。地名の由来は、 中世に周辺一帯に存在したとされる荘園の万寿章である。明治時代の明治22年6月1日に筑母郡の福、浜、平田、大島、福島各村が合併し万寿村となった。昭和になると昭和2年4月1日に倉敷町へ編入、同3年4月1日に市政志向で旧倉敷市となり、 同42年2月1日に新しい倉敷市となり、現在に至る、おうちとくんずる、白尾線の西側に位置し、中洲地域に隣接する。古代には、久保屋郡大司教の一部であったとされ、この近くまであっちの海あるいは、あっちの方などと呼ばれる海が深く湾流していた。中世には、あっちの海で採れた、魚介類を売買する魚市場があったと言われ、 大市の名は魚市に由来するという説もある。現在の大内の地名は、大市が変化したもの。江戸時代、現名から、慶長の頃、久保屋郡八王子村の枝村として、神殿開発され、九号名に由来した、大内村と命名され、備前岡山藩の所領となり、幕末まで至る。明治10年に、大内、河入、八王子、大内、 日吉省の各村が合併し、福村となった。現代では、宅地化が進行し、さらに大型幹線道路が整備されたため、ロードサイド型の商店も多く立地するようになっている。川入場機台内の東側に位置する。古代から中世は、あちの海と呼ばれる海域であったとされる。中世後期の天正13年、岡山城主、浮田秀家の老人であった。 おこう前守るが干拓して、神殿開発し、川入村と称した。地名は、当時の高橋川が、現在の創者市西温湖地あたりで東西に分岐していたが、干拓によって、その東流が、現在の倉敷市室あたりで、再び東西に分岐するようになり、その東派側の川口付近に当地が位置したことに、由来しているとされる。江戸時代になると、慶長5年に、 幕府領となり、続いて、元奈年間には、愛宮地となり、一部は、備前岡山半領、一部は旗本、長谷川市の所領となる。明治10年に、大内、河入、八王子、大内、日吉章の各村が合併し、福村となった。明治以降の合併で、万寿村、倉敷町を経て、旧倉敷市となった時、南部を分割して、琴吹町を設けた。 現在は、大内同様、宅地化が進展し、大型幹線道路開通により、ロードサイド店舗も多く立地する。琴吹町倉敷駅のすぐ北側に接する地区。もともとは、上紀川入りの南部にあたり、昭和3年4月1日に倉敷市になった時に、琴吹町として分割し、新たな大技として、新設された。名称は万寿から一文字を取ったもの。 明治になってしばらくは、田園地帯であったが、明治24年7月に、山陽鉄道倉敷駅が新設されるとこの地は、次第に市街化が進行し、大正4年には、倉敷防石万寿第一工場が建設された。同7年には、第二工場も設けられ、従業員用の社宅が建てられるなど工業地帯の、様相も呈した。その後、倉房は移転し、跡地は、 旧倉敷千堀公園として活用された。千堀平園後はありを倉敷が建っている。浜町倉敷駅の北東方向に位置する。微中市には、王石は、海辺にて後に地方になり頃浜辺となり市より、浜と石なりとあり、古くは海域、及び倉敷川の当初の北端の浜であった。中世末期になると官潮時には、日型広がるようになり、天正年間に、 岡山城主、浮田秀家の老人であった、おこういが、左つから、現在の浜町まで堤防を築き、東高橋川の東葉川の川筋を伸ばして、干拓事業を行い新田を開発した。元、浜辺であったことから、久保屋郡浜村と称した。江戸時代になると、徳川幕府直轄領に収め、元那三年に、備中松山藩の所領となる。さらに、 寛永19年に松山藩主池田氏が女風となり、倉敷支配所の管轄下となった。また、江戸時代には枝村として北部に少子倉い村があった。国高1217国9と6章の記録がある。また江戸期には倉敷と僧者を結ぶ、僧者道と呼ばれた街道が当地を南北に従官し、街道沿いに商店が並んでいた。北部には鴨型往来が、 東西に横断し、交差していた。明治になり、浜村、万寿村、倉敷町を経て、旧倉敷市となると、北部の一部を浜野茶屋、北西部を北浜町、西部の一部を日の出町、南部を昭和、栽培町、三和として、葛城、また残りも浜一丁目と二丁目に区分された。中心市街地と北部郊外の中間にあたり、 立地の良さから宅地化が進行し、もともとは農地が多かったが、現在はほとんど見られない。浜の茶屋倉敷駅の北東方向、上紀浜城の北側に位置する。もともとは上紀浜町の一部で、浜町から北部を分割したもの。現在、浜の茶屋と浜の茶屋一丁目、同二丁目に区分されている。江戸時代には、少子倉い村もしくは小井村と呼ばれる。 浜村の枝村であったとされる。倉敷と宗者を結んだ、宗者道、岡山と鴨方を結んだ鴨方往来という街道が、当地で交差し、その付近の街道沿いに休み茶屋があったので、浜の茶屋という地名が発祥し、昭和期の町名整理時に、正式な大技として浜の茶屋として採用された。浜町同様、立地の良さから宅地化が進み、現在は、 農地はほとんどなくなった。また、近年には北端を東西に大型幹線道路が建設され、道路沿いに飲食店をはじめとするロードサイド型小売店が多く林立、交通量も激増している。北浜町倉敷駅北方すぐにある住宅地帯である。もともとは前日の浜町の一部で同西北に位置した。昭和3年4月1日に旧倉敷市となってから、 浜から分かれて新設された。名称は浜の北部の井。浜町同様農村部であったが宅地化が進行して現在は農地はほとんどない。日の出町倉敷駅北東にあり山陽本線北側に接し南北に長い地区。明治期の山陽鉄道倉敷駅開業から次第に市街化が進行した。浜町や小町など周辺地と同様 かつて農地が多かったが、現在は宅地化が進み、農地はほとんど姿を消した。市街地に隣接しているため、企業、商店も立地しているのも特徴である。もともとは前述の浜町の一部で、同地の西部に相当した。昭和3年4月1日、旧倉敷市となってから浜の西部を分割して、日の出町とした。現在は南北に一丁目と二丁目に区分されている。 昭和倉敷駅東側の山陽本線南部にわたる東西に長い地区。あち地区と接し、中央部を東西に、旧国道二号線が通り、それを境に南北に一丁目と二丁目に区分される。元は万寿村浜の南端にあたる一部であり、市街地に近い田園地であったが、倉敷駅開業後に、企業や商店が増えるようになる。昭和3年に倉敷市となると、 街路網を整備し市街の形を整え、新たに昭和として分割、新設された。現在は、旧国道2号線を中心に、バスの営業所や商店、企業、マンションが密集し、倉敷中心市街地の北部の一端を担う地域となっている。一丁目はあっちなどと同じ倉敷東小学校区となっている。倉敷中心市街地の北東方向の郊外にあたる。 地区南部を山陽本線と旧国道2号線が通過している。古くは海域であったが、統地北端の一部は本土側の沿岸部であったため古くから集落があったとも言われる。中世後期の天正年間に、岡山城主の浮田秀家が干拓して、神殿を開発、久保屋郡平田村と称す。江戸時代になると、徳川幕府領となる。寛永9年に、 備前池田藩の所領に移る。幕末の国高は千百国3と九省。平田村の北部は、高田と呼び、備中市では、高台五宮の植地の旧石であることに由来しスメラ、ふとごと呼ばれるようになり、それが転化したとされる。長らく農地が大半を占めていたが、幹線道路が通り、市街地に近い南部、西部は宅地化が進行した。 さらに近年は北部にも東西に大型幹線道路、また倉敷インターチェンジや総社方面を結ぶ大型幹線道路が建設され、インターに近いという立地から道路沿いを中心に大型ロードサイド店舗が多数林立。特に飲食店が多く外食通りの様相を提している。そのため、現在の当地域内は市街化した地区と農地が多く、残る田園地帯とに分かれる形となっている。 南西部に倉敷水晶高等学校や倉敷市立、倉敷東中学校がある。倉敷中心市街地の東側の郊外で南北に長い地区。ほぼ中央に大島山という小高い丘があり、中世後期頃まで付近は海域で大島山は同名の島であった。大島周辺には国わずかの農地が存在し人が住んでいたとされる。天正年間に 岡山城主、浮田秀家が、周辺海域を干拓し、新田を造成、久保屋郡大島村と称した。江戸時代になると、幕府領となり、現長年に、備前池田領分に移管された。幕末国高は940国3都9省。現在は、市街地に隣接することから、前日の他地域同様に宅地化及び、市街地化が進行し、農地は減少した。 大島山には団地が造成されている。北部を東西に旧国道2号線が通り、北西部をわずかに岡山県道22号線が南北に通過、また22号線は当地の西に接する幸町、庭の東部の当地との境界に近接する地を南北に縦断している。両道路の交差する大島交差点は22号線の起点となる。 これら幹線道路沿いには、ロードサイド店舗が多数立地し、特に22号線沿線周辺は、観光庁や医療施設も多く、当地にも倉敷警察署など一部が立地している。倉敷東方の郊外で、上記大島の東にある南北に長い地区、当地東側で中小と隣接。地区内に、福島山と呼ばれる、小高い丘があり、中世後期までその周辺は、 海域で福島山は同盟の島であった。天正年間に岡山城主、浮田秀家が周辺と共に干拓を行い、神殿開発し、久保屋郡福島村とした。江戸時代には大島村など周辺と共に幕府領となり、現那元年に大島と同じく、備前岡山領分に移管し、幕末に至る。幕末における国高は国と、 現在は市街地に近い郊外であるため、宅地化が進展しており、福島山は団地ができている。また近年は中小都の境界を南北に大型市道が建設され、沿線はロードサイド店舗が林立し、周辺は宅地がさらに多く造成されている。福島山には、福島、大島、平田の鎮守、熊野神社が鎮座している。令和三年九月末現在、 全域が倉敷郵便局管区。大内、河入琴吹町、北浜町、日の出町、浜野茶屋、浜町、昭和町目、大島と平田の内山陽本線から北側の地域は倉敷市立万寿小学校区。大島と平田、福島は倉敷市立万寿東小学校区。三輪、幸い町は倉敷市立倉敷東小学校区。 八王子町は、倉敷市立中洲小学校区。岩見町、日吉町は、倉敷市立を今津小学校となる。大内、河入八王子町、岩見町、日吉町以外は、倉敷市立東中学校区。大内、河入八王子町、岩見町、日吉町は、倉敷市立西中学校区となる。商業施設、ありを倉敷。 三井アウトレットパーク倉敷、ありがとうございます。